スクーバダイビング、シングルバックマウントダイビングシングルバックマウント、すなわち、タンクを背中に1本だけマウントしたスタイルでの潜水。基本形。サイドマウントダイビングサイドマウント、すなわち、体の脇にタンクをマウントしたスタイルでの潜水。背中にタンク1本分の出っ張りがないため、今日ところでも機動性が低くならない。必ずではないが、タンクは2本マウントする。 スクーバダイビング、スキューバダイビングとは、スキューバ、スキューバを身につけて行うダイビング。これに対して、息をこらえて行う潜水を、フリーダイビング、地上からホースで空気を供給する潜水を、早期式潜水と呼ぶ。日本には、アメリカのアクアラング社が紹介し、一時期は、社名、アクアラングが、スキューバダイビングの意味で使われることも多かった。なお、 本記事では特に断らない限り、ダイビングをスキューバダイビングの意味で使用する。スクーバとは、英語のセルフコンテーンドアンダーウォーターブリージング、アペラタスのアクロニムであるスキューバのカタカナ表記であり、1943年に、ジャック・イブクストーとエミール・ガニオンの共同で空気などの呼吸ガスを携行する方式の潜水器具を発明。自給式水中呼吸装置とも訳される。 英語のスキューバは本来潜水器具を指す名詞であるが、現在ではこの方式の器具を用いて行う潜水活動をもスクーバと言い,い、また形容詞的語としてもよく使われる。スクーバダイビングは海洋工事、水難救助、軍事などの職業的活動としても行われるが、一般にはレジャーダイビングを示すことが多い。 震度が大きくなるほど、緊急時の浮上が難しくなり、窒素酔いや減圧症の危険性も高くなる。そのため、米海軍潜水共犯では、通常の潜水可能震度を40メートルとしている。ただし、40メートルといっても、結構深いので、ごく初心者が潜る場合は10から20メートル前後に、設定しておいた方が安全である。スクーバタンクの容量は、 通常8から14リットルほどであり、はじめに通常150から200気圧程度の圧縮空気を詰める。アマチュアダイバーの場合、通常はスクーバタンクを1本だけ使うため、この空気がなくなるまでの時間が一つの目安となる。深度が浅い場合には1時間程度であり、深くなるほど呼吸に使われる空気の圧が上がり、時間が短くなる。一般的に、 潜水可能時間は、ダイバー個人の水面空気消費率から、タンク容量利用可能圧、水面空気消費率の計算により見積もられる。例えば容量12リットルのタンクを使用し、150、気圧の空気を使用可能で、潜水中の平均深度15メートル、ダイバーの水面空気消費率が12リットルの場合、12、150、12イコール60分になる。なお、 通常のレクリエーショナルダイビングにおける水面空気消費率は上級ダイバーで10から14リットル分程度、初級ダイバーで20から30リットル分程度である。すなわち、同じ蒸気の条件でも24から90分とダイバーによって潜水可能時間には大きな差が生じる。なお、実際の空気消費量は体調、水温、水の流れや、 水中における運動度合い等の諸条件によって変化するため、個々の潜水における実際の潜水可能時間が蒸気の式で算出された潜水可能時間と乖離することも多い。また、一般的には水圧が高くなるほど減圧症の危険が高くなるため、減圧停止を行わないレクリエーショナルダイビングの場合には、震度10メートルで3時間半程度、 震度20メートルで45分程度、震度40メートルで9分程度を超えて潜水しては、ならない。先に挙げた、限界時間近くまで潜水していた場合には、地上で3時間程度の休憩が必要となる。もっともこの制約は、減圧に関する教育、訓練を受けた職業ダイバーや、テクニカルダイバーには適用されず、実際これらのダイバーによっては、 蒸気の限界時間を超えた減圧潜水もごく日常的に行われている。しかし、職業ダイバーでも減圧潜水を頻繁に行っているダイバーは稀で、通常は朝場での作業が中心である。レクリエーショナルダイバーは減圧停止を行うことを前提とした減圧潜水を行ってはならない。ダイビング機材を装備したダイバー日本の法律では、 業務以外の目的でスクーバダイビングをするのに資格は必要ないがレジャーダイビングを行う上で潜水機材のレンタルを含むダイビング関連サービスを受けるためにはほとんどの場合 C カードの提示が必要であることから C カードを取得しなければ事実上スクーバダイビングをすることはできない C カードに関しては講述する一方スクーバダイビングは 機材に頼るレジャーであり、機材選択は安全管理の基本にもなる。本校では、主要な機材と機能のみ列挙する。より詳しい内容は、別校、ダイビング機材を参照。これら機材はレンタルもされているし、購入することもできる。なお、レクリエーショナルダイバーの場合、スクーバタンクは、重量があり、運搬が大変なこと、また保管、運搬に、 法規制を受ける関係から購入せずにその都度レンタルするケースが多い。スクーバタンクは圧縮空気を使うが酸素濃度を増やしたエンリッチドエア、ナイトロックスを使うこともある。空気潜水よりも最大震度が厳しく制限されるが、レクリエーションダイバーが最も頻繁に潜る震度である10から30メートルを少し超えるあたりの震度で、 無限圧限界時間を伸ばすことができる。また、空気潜水と同等のプロフィールで潜水した場合、減圧症の罹患率を下げる効果があると考えられている。特に深く潜る場合には、ヘリオックスガスやトライミックスガスを用いることもあり、いずれも酸素濃度は空気よりも低く設定する。当然のことながら、空気やエンリッチドエア、 ナイトロックスを含む数本のタンクを傾向することが必要となり、加速減圧のために純酸素を傾向する場合もある。最近では、リブリーザーを用いるダイバーも徐々に増えている。講習費用の内訳は一概には言えないが、指導団体が提供する教材や申請代、現地の施設使用料、現地で借りるスクーバタンク代、インストラクターに払うレッスン代などがあり、その他に、 お店や、海までの交通費、宿泊する場合は宿泊代などが挙げられる。お店によっては、ダイビングスポットへの旅行の費用や交通費、宿泊代などが含まれている場合もあるが、これは旅行業法上の様々な問題もある。バブル期には12から15万円程度が、標準とされていた、オープンウォーターダイバーコースの総費用は、近年では都市型ショップの場合、 6から9万円程度、海沿いの現地サービスの場合、4から7万円程度が平均的である。ダイビング機材はレンタルが可能である。ただし、可能な限り体に合った機材を使った方が安全という考えや、講習終了後のダイビングでも常に、同一の機材を使用した方が安全という考えから、一部、あるいは全部の機材の購入を講習の条件としたり、 条件とはしないまでも推奨するスクールもある。港湾河川等を除いて、法律上は潜水の実施に許可を要さない水域が多々ある。しかし、基本的に潜水の対象となるのは、観察や干渉の対象となる、水生生物が多く生息する水域であり、このような水域での潜水は、あらかじめ同様えない限り、これら生物の採取で生計を立てている漁業。 関係者とのトラブル発生や、また警察等捜査機関による密漁容疑での職務質問等の取り調べ対象になる可能性も高い。このような背景から、日本では沖縄県等の一部地域を除いては、個人、当該地域外のダイビングツアーダイビングスクール最高業者に関わらず、地域の漁業共同組合と良好な関係を構築している。 あるいは漁業共同組合が経営している、いわゆる現地サービスと呼ばれる業者を介して潜水を実施することが大半である。かつては、ダイバーは漁場を荒らす厄介者として忌避される傾向が強かったが、現在では密漁を行う者はダイバーの極一部であることが広く認知されるようになったこと、また、サービスの利用のみならず、食事、宿泊等の消費で、 地域経済の活性化につながるとの認識が広がったことから積極的なダイバーの受け入れに方針転換した地域も多くなってきているスクーバダイビングを行う上で重要な基本技術には呼吸、中性浮力、圧平行などがある初級クラスで習得すべきその他の技術としては緊急浮上、安全停止、機材の脱着等があるダイビングでは深く ゆっくりとした呼吸が必要である。浅い呼吸では空気のほとんどが肺に届かないため空気が無駄に消費される。また、呼吸方法は次に説明する中性浮力の調整や呼吸器の保護にも重要となる。水中で楽に移動するためには機材を含めた体の平均比重を水の比重と合わせる必要がある。こうすることで、 体は浮くことも沈むこともなくなるので、静止するために運動することは必要なくなり、また最小限のエネルギー消費で移動することが可能となる。中性浮力の調整は体につけた浮力調整器具で行う。BCD から空気を抜くと体はゆっくりと水に沈んでいき、BCD に適度に空気を入れると中性浮力を保つことができる。浮上は フィンキックで行い、浮上途中で体積が増してくる BCD 内部の空気を適宜排気しなければならない。それを怠ると急浮上の原因となる。ドライスーツを着用している場合には、水中では BCD には吸気せず、スーツ内に吸気することによって、中性浮力が保たれ、浮上中には排気バルブを上に向けていさえすれば、膨らんだ空気は、 自動的に廃棄され、急浮上する心配はない。すべてのスクーバ機材を体につけた状態でも、主として保護スーツの浮力のため、ほとんどのバイダイバーは沈むことができない。そのため、腰のベルトなどに数キログラムのウェイトをつける。重りは地上で装着しておき、水中で調整することは通常はないが、必要量の見積もりが過小であった場合、 水底から拾った石を傾向して調整手段としたり、また初心者ダイバーの場合には引率しているガイドやインストラクターがあらかじめ過剰に傾向していた重りを水中で貸し与えるような場合もある。スクーバダイビングで使う浮力調整器具は BCD と呼ばれる。詳細については当該記事を参照のこと。また最終的な微調整は 肺が大きくなると浮き、小さくなると沈むことを利用し、呼吸で行う。マスクの上から鼻をつまんで耳抜きをする、ダイバー体には、耳内、肺、頭部などに空間があり、水圧に応じて意図的に圧力を調整しなければ、激痛となり、場合によっては重大な障害が生じることがある。しかし、ほとんどの人は、航空機登場、高所移動などで、圧平衡。を、 経験済みであり、潜水の場合も無理せず行えば容易で、恐れるには値しない。耳内の圧調整は、耳抜きで行う。つまり、鼻をつまんだ状態で息を吹き込む。振動を変えるごとに、こまめの耳抜きが必要である。もし鼻炎などの理由で時間が塞がっている場合には、耳抜きが困難となり、ダイビングの妨げとなる。 肺内の圧調整は呼吸で十分であるが、口述の通り、たとえ短時間であっても呼吸を止めてはいけない。特に浮上中に息を止めることは、たとえ一瞬であっても、非常に危険である。上述した通り、レクリエーショナルダイビングは、無限圧限界時間の範囲内で実施することが、大前提である。しかし、無限圧限界時間は減圧症の罹患確率を、 ゼロにするものではなく、ある確率で減圧症に罹患することは避けられない。この確率を最小限にするため、浮上中、ある程度の時間一定深度に滞在し、体内の窒素ある程度排泄することが行われ、これを安全停止という。通常は、深度5メートルに3分間滞在する。万が一無限圧限界時間を超えて潜水してしまった場合、 ダイビングコンピュータを携行していれば、その指示に従えばよいが、ダイビングコンピュータを携行していない場合には、緊急減圧という手順を行う。これは、震度5メートルに、タンク内の空気が残っている限り長く滞在するもので、これによって、体内の窒素をできる限り排泄する。緊急減圧を実施した場合は、減圧症に罹患した兆候がないか、 潜水終了後24時間にわたって注意深く観察する必要がある。緊急減圧に関する補足減圧停止を前提としたダイビングを行わないことが決まりのレクリエーションダイバーにとって減圧停止の必要が生じる場合のほとんどはダイブコンピューターに減圧停止指示が表示された時で タンク内の空気残量の高に関わらず指示された時間及び指示された震度で停止する必要がある。空気が足らない場合にはボートから出来きタンクを下ろしてもらって減圧停止を続けるべきであるが最悪の場合、一旦船に上がって急いで自分でタンクを付け替えて再度指示された震度に戻ることになる。一旦上がった際に 体の異常をわずかでも感じたら再び潜るのは止め、医療機関に向かう必要がある。陸地から水に入る方法。海や湖などに楽しみで潜る行為を指し、ファンダイブとも言う。一般に次の範囲内で潜水することが強く推奨される。一般向けのレクリエーショナルダイビングに関するサービスは、ダイビングショップが行っており、c カードの発行も行っている。 ダイビングポイントに比較的近い店舗と、比較的遠方にある都市部などに立地する店舗に大別され、前者は主に現地の特定のポイントを、後者は複数のポイントを案内している。洞窟潜水をするダイバーステージボトルを使用する、ケーブダイバー一般的なレクリエーショナルダイビングの限界を超えた領域、すなわちなどにより安全に到達。 帰還できるよう装備や手順を体系化した非職業的ダイビングを指す。すべてのレジャーダイビングにおける安全管理の基礎を担う。詳しくはテクニカルダイビングの交参照。商業潜水とも言う。営利を目的とした作業潜水や調査潜水などを示すが、レクリエーショナルダイビングを行うダイバーへのガイドや講習については団体により見解が異なる。 C カードとは、ダイビング指導団体が、直接、またはフランチャイズを通じて実施する、技能講習を終了したものに対し発行する技能、認定カードである。ダイビング指導団体は、ほとんどの場合民間の営利企業であり、少なくとも、日本では免許証と違い C カードを所持しないで、スクーバダイビングを行うことが法的に、禁止されているといった類のものではない。 しかしながら、適切な知識、技量を許さない者が、スクーバダイビングを行った場合、致死傷事故が発生する、可能性が非常に高いことは、容易に推定できることから、これらの者のにサービスを提供して、スクーバダイビングが行われた結果事故が発生した場合、事故を予見できたのに、適切な対応を取らなかったとして、刑法の業務上過失致死傷罪などの刑事責任や、 民法上の不法行為責任を問われる可能性が高い。このようなリスクを回避するため、レジャーダイバーにサービスを提供する者はそのほとんどが C カードの提示を求めており、これを所持せずにダイビングを行うことは事実上困難と言ってよく、その意味では許可証的な性質を有するものと言えなくもない。また海外では C カードを所持しない者のスクーバダイビングを法的に、 禁止していたり、C カードを所持しないものに対する、スクーバダイビング機材の販売や対応を禁止している、例もある。C カードには、ほとんどの場合、そのスキルレベルに応じたランクが設定されていて、ダイバーとしての知識や技術、経験などを示す指標になっている。また、スキルアップの目標としての性格もある。認定団体ごとに、ランクの区分や故障が異なるため、 WRSTC により RSTC 基準が策定され利用されている。日本国内では C カード協議会が RSTC 基準を採択しており、エントリーレベル基準、インストラクターレベル基準、スーパーバイザーレベル基準、インストラクタートレーナー基準を示し、その採択基準の普及に努めている。現在基準また ISO24803。 2007でもレクリエーショナルダイビングスキルの認定基準が企画化されている指導団体もある。ただし、オープンウォーターダイバーがファンダイブで震度18メートルより深いポイントに潜ることを望む場合、アドバンスドオープンウォーターダイバーと同等の知識と経験、能力を有することが前提で、そうでない場合にはその前に、 アドバンスドオープンウォーターダイバーコースやディープダイバースペシャルティーコースを受けるべきである。パディの場合、レスキューダイバーが5種類のスペシャルティーコースを受講すれば申請可能。プロフェッショナルの入門レベルと捉えられがちだが、インストラクターにならずともガイドダイバーとして一流のプロを目指すことも可能である。ダイブマスターとインストラクターに上下関係はない。指導団体とは、 ダイビングの普及、ダイバーの育成を目的とするイ利、または非イ利の団体。現在日本だけでも30余りの団体があり、それぞれの理念に基づいて、ダイバーの教育、c カードの発行を行っている。以下に、主な指導団体を挙げる。下記以外には、ジュドフ、KD ジャパン、等。潜水場所、先行日時、潜水時間、気温、水温。 透明度などの環境要因などを含めた潜水の記録である。日本においては遭遇した生物等の複雑的な出来事を記録することに重点が置かれることが多いが、これは必須の記載要件ではない。ログに記録されたダイビングの回数は C カードとともに潜水の技量を対外的に証明するものであり、非常に重要である。また、 照明としての信憑性を高めるため、ダイビングのためのサービスを提供したものあるいは一緒にダイビングしたもののスタンプないしは、照明をその都度得ることが多い。なお一般的に、ダイビングの回数は先行、浮上の回数ではなく、使用したタンクの本数をもとに、1本、2本というように、数える。時には本のタンクを回に分けて使うこともあり、 その場合には使用したタンクが1本であっても、経験本数としては2本という計算になる。ダイビングを行うにあたって、2名以上でお互いが相手側の安全を確認し合うシステムである。単独で潜水する場合に比べ、緊急時の対応が取りやすくなるという安全対策でもある。このシステムは、潜水以外にも多くの安全対策手段として用いられている。 ただ、バディシステムが正常に機能するためには、ダイバー個々が、自己管理できる自立したダイバーであることが条件で、そうでない場合には単に複数で潜っているというだけの、ことであり、特に緊急時にはほとんど意味をなさない。安全確認を行うパートナーをバディと呼ぶ。バディシステムの目的は安全性の向上だけでなく、楽しみを深めるため、また、利便性の向上という側面もある。 潜水活動中に起こりうる危険について述べる。体内の空撃などが水圧によって押しつぶされたり引っ張られたりする現象をスクイズという。中時光のスクイズによって鼓膜が破れる恐れがある。鼓膜の損傷を防ぐには圧平行という動作を行う。副鼻腔や虫歯、マスク、ドライスーツもスクイズを起こして痛みを感じることがある。 先行するにつれて、マスク内の空気が陰圧になることで、マスクが顔に押し付けられたり、引っ張られたりして、痛みを感じる現象を、マスクスクイズと呼ぶ。マスクスクイズを防ぐためには、鼻からマスク内に空気を送り込むマスクブローを行う、必要がある。潜水前に飲んだ炭酸飲料の気泡により、胃腸に不快感を及ぼすこともある。 息を止めて浮上したことで起きる。深いところでは、周囲の水圧と同じ圧力の空気を吸うので、息を止めた状態で浮上すると、水圧の低下に伴って呼吸器内の空気の体積が大きくなり、肺が膨張して破裂に至る。これは、水中で呼吸を行わないスキンダイビングとは大きく異なる点である。スクーバダイビングで最も重要なことは、 ゆっくり深く呼吸し、絶対に息を止めないことである。バディに空気を与える等の目的で、水中で、セカンドステージを口から外した場合にも、口から少量の息を出し続けて、呼吸器内の小圧を予防する必要がある。減圧症イメージ画像ダイビングにおいて減圧症を発症しないためには、十分に遅い速度で浮上する必要があり、通常、 潜水の分野で減圧といえば、この目的で行う遅い浮上を示す。実際的には、浮上速度を長時間にわたってコントロールすることは非常に難しいため、一定震度で一定時間停止する、減圧停止と呼ばれる手順が用いられる。潜水計画時において、減圧表と呼ばれる表から、減圧停止を行わなくてはならない震度、時間を読み取る。 現在では、事前の計画をせずに、ダイビングコンピュータを装着し、その指示に従って潜水する場合が多い。ダイブコンピュータを使用する場合でも、事前の潜水計画は不可欠である。窒素の麻酔作用によるアルコール酔いに似た症状のこと。窒素中毒とも言う。空気潜水の場合、深度30メートルを超えると、窒素酔いの症状が出始めるとされていて、 特別な目的がある場合を除き、震度30メートルを限界震度と捉えることが望ましい。酸素の分圧が一定波に以上のガスを呼吸し続けた場合に発症する可能性のある症状である。水中で酸素中毒を発症した場合は死に至る可能性が極めて高く特殊な目的のため綿密な計画のもとに行う場合以外は決して スクーバダイビングの呼吸ガスとして、純酸素を用いてはならない。時折、スクーバダイバーの傾向する呼吸用ガスタンクを酸素ボンベと称する場合もあるが、これは、ほとんどの場合誤った用語である。通常の空気潜水であっても、およそ深度45から60メートルを超えると、酸素中毒の危険性が生じてくる。アメリカの SFA が、 スター・ウォーズシリーズに登場する悪役ダース・ベイダーの呼吸音はスクーバタンクのレギュレーターを使って呼吸することで作り出されており、この音のみで多くの人に彼のキャラクターを連想させうる強烈なインパクトを持って知られている。アメリカ国内では音の商標として権利登録されており、スクーバタンクのレギュレーターを使って呼吸することで作り出される。 周期的で機械的な人間の呼吸音と定義されている。ありがとうございます。